はい、北朝鮮がミサイルを発射したということですが、現在日本政府として把握されている事実関係について一言お願いします。北朝鮮がミサイルを発射したという報道を受けて、直後から我が国の安全保障に直ちに影響を与えるものではない、そのような報告を受けておりました。先ほど改めて関係省庁から包括的な報告を受けました。その結果としても、我が国の領域や排他的経済水域内に落下するという、そのような弾道ミサイルは確認をされてなかったということです。改めて我が国の安全保障に直接影響を与えるものではなかったということが確認をすることができました。本件については総理には逐次ご報告させていただいており、総理からは引き続き国民の命、そして財産を守るために高度な警戒監視体制、ここを維持をし、いかなる事態にも対応することができるように万全の体制で臨むように、こうしたことのもとに私も今全力で取り組んで、そういうことであります。以上です。